J-Wave Hello World 私はハリー杉山がお送りしています、えー、ここからは番組独自の視点で世の中の今を追う夜のトレンド研究所サイバーラボのコーナーです今週は今軽自動車がすごい はいまあ、秋のドライブシーズンが到来ということで、まあ、今週今すごいことになっている軽自動車をモーターータジャーナリストの川口学さんにご紹介いいいただいています、まあ、今夜はですね川口さんが僕ハリー杉山が「免許を取ったらおすすめ!」という軽自動車をたっぷりと紹介してくださるそうです今日僕がおすすめするのはダイハツのムーブ「日産デイズ」の2台です。 これら2台の特徴なんですけれどもなんと言っても最近注目されている安全装備がしっかりと備わっていることかなというふうに思いますまず日産のデイズなんですけれどもこの車の特徴はアラウンドビューモニターというですね、えー、モニターがあるんですけれども車をですねまるで空の上から見ているように画面にですね映し出してくれるという技術を持っています 実際にはこれはですね、ミラーの下とか、車の前後ろにカメラがついていて、その映像をつなぎ込むことによって、まるでですね、俯瞰の状態で見ているような映像を映すわけですけれども、これで何が便利かというと、例えば駐車場にですね、車を止めるときとかですね、路側帯の駐車スペースに車を止めるとき、 まあ、ちょっと自信がないという方もいらっしゃると思うんですけれども、このアラウンドビューモニターで見ればですね、車を真上から見ることができますので、どの部分までですね、寄せていいのかとかですね、ここまで行くとぶつかってしまうぞというのが非常にわかりやすくなっていて、車庫入れとかそういった時に非常にいい安全と言える装備です。 さらに、ダイハツのムーブなんですけれども、こちらはですね、スマートアシストと言われる機能が搭載されています。まあ、略してスマーシというふうに呼ばれているんですけれども、これはですね、どんな機能があるかというと、もう最近ですね、いろんな車で当たり前になってきてるんですけれども、いわゆる自動ブレーキですね。もし仮に車がですね、ぶつかりそうになった時に、 車の方が自動的にブレーキをかけてくれる機能なんですけれどもレーダーでですね前の車との距離とかです、ね、速度差を見ているんですけれどもそれがですねある式位を超えた時に作動するようなことになっていると。そののににもです、ね、最近のモデルは非常に 安全装備が充実していてこのムーブなんかだと誤発進のですね防止機能もついてますねこの誤発進防止装置に関して言うとアクセル思い切り踏み込んでしまうと車がですね進まないような制御がかかるというそういった先進のですね安全装備を備えていますもちろんこれらの装備はですね最近の軽動車どんどん採用されつつあるというのが実際のところですというわけでハリーくんも免許取ったらですね こういったですね、安全装備がしっかりと備わった車を、まず運転していただけばですね、あの、悲しい思いをしなくて済むんじゃないかなというふうに思います。というわけで、今日はダイハツのムーブ日産デイズの2台をご紹介いたしました。モータージャーナリストの川口学でした。 はい、川口学さんありがとうございました。いやー、これは超絶初心者みたいな僕にとって最高ですねえー。もう一度振り返ります。と、この日産デイズ、このアラウンドビューモニター。これ要するに上から見ることができる。バーズアイビューがねいただけるということで、もうちょっとね。もう注射がね。 なかなか不安の方にはとても素敵なレコメンドなんじゃないでしょうか。ダイハツムーブースマーシーも結構よく知られていますけども、こちらもできるということ。はあ、ね、そろそろ免許取らなきゃいけないような。三十、そろそろ迎える杉山としてはね。はい、今週は、モータージャーナリストの川口学さんに、今、すごいことになっている軽自動車を紹介していただきました。サイバラボ来週は、今話題の異業種コラボに注目します。どうぞ、お楽しみに。